武器を手に取って立ち上がった女たち乙女戦争は、チェコの伝説。娘たちの戦いなど、様々に、日本語訳される。偉大な予言者であった、リブシェナキアと男たちは女を再び見下すようになった。女たちは憤慨し、権力と復讐のために武器を手に取った。指揮を取ったのは、かつて、リブシェの辞女頭だったブラスタであった。女たちは結束し、 ジェビーンという新城に集結し、男たちはそこから少し離れたビシェフラットにこもった。リブシェに先立たれたその夫プシェミスルコーは、武装した一人の女がいくつもの男の死体を踏みつけ、杯きに男の血を集めてむさぼり飲むという光景を夢で見た。それゆえ、女たちとの戦いを狩りのようなものだと侮る男たちにプシェミスルコーは警告したが、彼らは、 その警告を気にも留めなかった。縛り付けられた、シャールカを救うツチラトの像。ツチラトは手に、彼女の角笛を持っているツチラトを騙し討ちにする、シャールカ、女たちは、基本的に戦いを優位に進めた。しかし、ツチラトという勇敢な男に、多くの女が殺されていた。そこで、女たちは一計を案じた。土ラトとその従者たちは、 プラハ城に向かう途中、シャールカという女が歌詞の大木の幹に縛り付けられているのを見つけた。彼女は言った。ジェビーン城の女たちに林の中で襲われ、城に連れて行かれて彼女たちの悪事に加担させられるところだった。しかし馬の足音が聞こえてきたため、女たちは自分を手放して逃げて行ったのだと。シャールカは縄を解いてくれた土らとに礼を言い、密酒を飲ませた。 そして、土とが何杯も三つ酒を飲んで酔った後、シャールカは首にかけた角笛を思い切り吹いた。すると武装した女の一軍が現れ、土との従者たちを殺害し、土とを捕虜とした。その後土とは、車先の刑に処された。なお、この事件が起きた警告のある、自然公園は、今日でも、ディボカー・シャールカという名で呼ばれている。この暴力は、 乙女戦争の出来事の中でも特に有名で、ベドルジ派スメタナの連作公共誌、我が祖国の第三局、シャールカなど、多くのチェコの国民学派の作品の題材にもなっている。男たちと女たちの最後の戦いやドルフリープシャー、ツチラトが無ごたらしく殺害されたとの一報を受けて、国中の男が激怒した。彼らは、 多くの娘を殺し、また、ビシェフラットに連れて行った。これを聞いて、女の指揮官である、ブラスタもまた怒り、全軍を率いて、ビシェフラットに向かった。男たちは城を撃って出て、激しい戦いが始まった。怒りに駆られた、ブラスタは男たちの真っただ中に飛び込み、孤立した。剣を振り回すこともできず、ブラスタは、馬から引きずり下ろされて切り刻まれた。 指揮官を失った女たちは戦場から逃げ出し始めた。女たちの多くは配送中に倒れ、ジェビーン城に逃げ込んだ女たちも彼女たちを追って同時にジェビーン城に突入した男たちによって殺される運命にあった。男たちはたとえ島や血縁のものであっても土とや仲間たちを殺した女たちを許さなかった。その後、かつての起と定めが復活し、 プシェミスルコーが一人でチェコを統治した。もはや、女たちが反対の声を上げることはなかった。AB イラーセク、P65、AB イラーセク、P66、イラーセク、P67、AB イラーセク、P73、ABCD イラーセク、P76、AB イラーセク、P77。ありがとうございます。